次は何すればいいんだ。指令をくれ、司令官。どうでやろう。おひげが、もじゃいです。もう少しこの地を少し発展、はい。もふーってなってる。おじさんとマシュマロみたいになってる。マシュラの当面の目的は薬を開発し、目の前の患者を治療することじゃが、やはりこの地を町として発展するのも重要なことなのじゃ。はい。おそらくベッドの量が足りなくなってくる。とすると病気が治った住人の新しい部屋が必要かもしれぬ。ジンタ、本心の力を存分に発揮し、はい、一回り発展。拠点レベルを2にするのじゃ。何してんのそれ。何してんのそれ。かき混ぜてんの。泡立ってるけど大丈夫ですか。アクが。つくとはいらっしゃい。ビルダーで入れすぎてね、もういい。面白いよね。やり時がね、やめ時が見当たらないっすよね。さて、じゃあどうするか。なんか、インテリア的なものを置けば。ね、木の机とか、壺とか作って置いとけばなるでしょう。2個作っちゃった。いけばな。いけばなも置いとけばいいんじゃない？で、いいかな。他で作るもんないか。よし。じゃあ置いていきまーす。テーブルとかポーンやって、上にケーブルポーンやって、ほらレベル上がったんじゃないか。上がった、楽勝だぜー。これでいいんじゃないか。ストーリーを進めよう、進めさせようよ。話す。でも素晴らしいぞ、ビルダーとして成長したようじゃな。慣れてますゆえ、一つ伝えてきたけど、雨が降ってきたな。これ大丈夫なのか、雨降って薬がさ雨ざらしなんだけど、なんか塞いどけよ、蓋みたいな。この地を支配しておる。ヘルコンドルという空飛ぶ会長じゃ。いつの日かヘルコンドル倒さねば、わしらは本当に未来はない。持ち前のわしらはヘルコンドルに抗う術は持っておらぬし、患者を助けることも重要じゃ。しかし人体よ、わしらにはヘルコンドルを倒すという使命があることも覚えておいてくれ。そのためにはじゃ、武器の作成や町の発展もおろそかにしてはならぬぞ。ふむふむ、命の木の実ありがとう。ねえ、薬の効果が薄まりそうなもんだが。うまうま。うまいぞー。よしよし。結局何が言いたかったの。バトルの兆し。まあ、戦いますか。俺がみんなを守ります。おじな様、何かおぞましい気配を感じます。おそらく魔物の気配。多くの魔物たち、ここに迫ってきてるようです。これはどうしたことなのでしょう。さっきまでこのようなことなかったのになぜ。何としても守らねば。はい、準備 OK です。あ、一緒に戦うってさ。だってシスターの方が攻撃力高いからね。攻撃力10っていう。みんな頑張れ、かかれーい。ん、え、ヘルコンドルがいるよ。あー、でも仲間用だけかな。みんな、みんなこっちだよ。ほら、かかれーい。トロル軍団が、ドロル軍団が、俺があれだよ、みんなの気をそらすから、おとりになるから、みんな物投げたりして。うわ、竜王軍団が、あいだ、おい、あ、ジャンプ切りが有効ですね。やつノックバックするし、みんな意外と強いっすね。強えな、みんなボコボコにしやったぜ。モンスター仲間強すぎー。いやー、仲間強えな。旅の扉青手に入れた。やったー。どんどんお話が進む進む。ピッピーン。素晴らしいぞー。素晴らしいですね。なんか新しい子がいますが、ちょっとなんか一気に増えたな。一気にいっぱい増えたぞ。なんか、おい、お前誰だ。名を名乗れよ。こいつ話しかけられない。なぜだ、壺の上に乗るんじゃない。お前誰だ。ちょ、待って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 。話しかけられねえ。なんで、イベント進めなきゃダメってこと。なんか無視するんだけど、あいつ。恐れてたことが起きてしまったよ、じゃん。おそらくここに攻めてきた者たちは、この地を支配する。ヘルコンドルの知ってる。うむ、今後用事せねばならぬ。ん、扉の扉開けたよ、と。新しい地に赴き、新しいものを。お主に頼みが。毒の病を克服した今、わしは次に蔓延する深刻な病気の一つ、麻痺の病か。
新しい薬、麻痺の森、麻痺の森ってなんだ、病原体。なるほどね。第2章はなんか病原体を取ってきて薬を作るのがウムランですね、オモラ。なるほど、了解です。あ、こいつら、あ、なにこれ、すげえな、中二病みたいな。え、ゴホゴホ光を追ってきてみたら、こんなところにこんな場所があるなんて。へへ、どうやらここがエディ様の墓場になる場所らしい。ゴフ、死んだぞ。エディが拠点、ま、なんだなんだん、勝手に死なれてもな。まあ、とりあえずあれだわ、何か進展あるまでここで体を癒しなさい。ほいっと、おやすみなさい。お前は、はあ、僕は剣、遠くに見えた光にようやくたどり着けました。ペコダイ、いらっしゃい。ウル様のところでここに来たんです。あんな場所で死ぬくらいならここで。ガハ、うわー、なんかみんな目の前で死んでいくな。ちょ、とりあえずこの中で、はい、はいと、はい、おやすみなさい。ペコ、いらっしゃいね。とりあえず溺死体作成。病院のベッドに寝かしとけばいいんですか。そんな殺生な、殺生な、仕方ないですね。病人は扱いましょうか。寝かせる。毒消し草、あ、でも毒消し草があればいいんです。毒消し草持ってるよね。ちょっとりあえず担いでいくか。麻痺じゃないんだね、麻痺かと思ったが。水を、水ないっすね。水を、雨水飲んどけばいいじゃないか。隠蔽してやがる。毒消し草作る。毒消し草なら持ってるからね。直せるやつから直していこうか。まあ多分まだ何かいるんだろうな。使う。えい。うわ、ありがとう。これ毒消し草？少しだけ楽になった気がするぜ。あとは一晩寝てみる。水の作り方もまだわかんないしな。とりあえず、旅の扉の先に行ってみますかね。さっきまでね、水使ってたのに、あれじゃダメなんですね。わがままな。これいらない。土はいるな。食べ物と、毒消し草もいらんでしょう。ねえ。毒になっても、気合いでなんとかすればいいよね。よし。じゃあ、寝まーす。お、暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。なんか、楽しい夢だったらいいな。私の名はロト。私の血を引きし者よ。ロトだ。ラドームから見える、魔の島に渡るには3つのものが必要だった。私はそれらを集め、魔の島に渡り魔王を倒した。そして今、その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。ほう。再び魔の塔に悪が蘇った時、それらを集め戦うがよい。3人の賢者はこの地のどこかでそなたが来るのを待っていることだろう。行け、私の血を引きし者よ。 RPG の王道だね。賢者、賢者、遠い記憶、誰の記憶かよくわからない。フラグ立ったね。え、でもさ、ロトはさ、え、てかロトなんですか。ロトじゃないのかな、あれ。竜王にさ、竜王のね、誘いを受けてさ、世界の半分やるぞって受けたのって誰なんだっけ。ワンの主人公だっけ。ワンの主人公ってなんて名前なんだ。デフォルトの名前とかないのかな。旅の扉どうしようかな。旅の扉横でいいか。セーブポイントの横にひっそりとポン。ロトは3の主人公か。そうなのか。みんな詳しい。ほら、旅の扉がよくやったわね。うわ、すげえぜ。ありがとう、ありがとうございます。照れるぜ、照れるぜ。シスター、なんか言いたいことある。うわー、なんか後ろの方で悲鳴が上がってる。やはりこの地には患者が溢れています。新しい情報によれば、麻痺の森、患者が2名いらっしゃるようなのです。マジか。ベッドを寝かせ、救助させてください。はい。患者を含めると、患者のケア4人。なるほどね。あと2人連れてこいと。すごいじゃないか、落ち着いた魔物たちを倒しちまうなんて。それもっと前の情報だな。それ聞いたよ、あんたってビルダーなんだって。旅の扉があればいけるらしいじゃないか。これで新しい素材を手に入れて新しいものを作れるってわけだね。ところでジンタン、頼みを聞いてくれないかい。いや、でもな、ケイシー可愛いよね。ケイシー可愛いよね。聞いてあげよう。
毒の輪か病気の治療には美味しい水がいると思うんだ。だからみんなが美味しい水を飲める水飲み場を作ってくれないかな。ほう、10マス分の水場に、壺が2つ、あとはクッションと椅子とたらいで、そんでもってクッション椅子、収納箱と明かりが1つずつ、いい感じの水飲み場を作ってくれ。いや、なんだこれ、シュラいらっしゃい。すぐ顔で選ぶ。バカな。顔じゃないですよ。心を見たのさ、僕は。彼女は心が綺麗だ。ああ、見た目も綺麗だ。馴染んだよ。今のこの街は空気を読まずに、ちょっと不謹慎なこと言っていいか。かわいい。けどな、いくらお前でもさすがに怒りそうだしな。怒らないと約束するなら言うぜ。怒るならこの話はこれで終わりだ。どうだよ、ジンタ。絶対に怒らないか。はい。怒らないのか。じゃあ俺がずっと思ってたこと言うぜ。スーハー、スーハー。なんだ。病気だかなんだか知らねえけど、この街なんか空気が重いんだよ。リフレッシュしてよ。自然と戯れてキャッキャウフフしてよ。はっはっはっ。そこでだ、ジンタ。ちょっくら、リリパッドの里を探検してきてくれねえか。麻痺の森はリリパッドの里でもある。噂じゃそこで釣り名人がいるらしいんだ。ほう、釣りができるって。釣り竿を作るんだ。なるほど、釣り竿だってさ、クエストがいっぱいだ。やったぜ。ちょっと他にはなかったか。みんなのクエストも受けたか。ちょっと待って、じいさんのクエスト受けたっけ。毒沼で釣りできるんですかね。うむ、リムルダールの病の一つ。はい、感染源見ていただきます。うんにょ2号いらっしゃい。魚がね、食べれるようになるのかな。でですよ、クッション椅子ってまだ作れないよね。クッション椅子、クッション椅子作れるんだったらあれなんですけど、水場作りたいんですけど、クッション椅子木材か。やっぱ行かなきゃですね。じゃあ最低限のもの持って行ってきます。旅立ちます。セーブしたかったな。まあいいや。これは開く。導きの玉ね。使わないやつだ。あ？速攻いたな。俺はイルマ。もう少しで光にたどり着ける。もう少し、もう少しで、うぅ。お前もか。めんどくさいやつじゃ。連れて帰ってやろう。おはんにちんばいらっしゃい。出待ちだったね。いやでもベッドないしな。ベッドないからな。つけとく。いやまあつけとくのもあれだな。ちょっとあれだわ。地べたで寝といてください。地べたで。ポイって。よっしゃい。なんでそんな地面にめり込むんだ。もっとなんかいい感じに置けよ。やっぱ地面にめり込みますね。ここに入っと。オッケーオッケー。そこで寝といてください。日陰でね。日陰で寝といてください。とりあえず俺は行かなきゃいけないんです。煩わせるな、俺の手を。とりあえず俺は病原体を見つけなきゃいけないんだ。それどころじゃないんだ、もう。お前たちに構ってる暇はないんだ。病原体を見つけなきゃいけないんだ。あ、これは原木じゃないか。えい、えい。やっとだ。やっと原木ゲットした。木材作れるぜ。よしよし。しかもスライムベースしかいない。ここは結構、あれだね、平和なところじゃないか？比較的。とりあえず木材がいっぱいいるね。木材で作れるものがいっぱいあるんだ。俺にくれ、木材を。パクパク丸に、林に松井らっしゃい。そう、ドラクエプラスマイクラって感じのゲームだよ。お互いのね、いいとこ取りだったよ。あ、綺麗な水があるよ。ふぅ、すげえすげえ、毒沼だけじゃないんだぜ。ここでしか手に入らないものって原木だけ？今んとこ。白い花はあっちの手に入るしな。待て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 、メタルスライム的なのがいる。早い。えい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 。待て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 、メタルスライムだ、メタルスライムだ。えい。オッケー。メタルゼリーだって。すげえ。ここメタルスライムいいんだな。すげえすげえ。倒せた倒せた。いい感じに壁があってよかったよ。あ、そっか。石材もなかったっけ。ありがとう。
そうだ、石材もだった。賢いな、みんな助かるぜ。あ、洞窟だ。ちょっと洞窟探検してきます。水場も作りたいが、とりあえず目の前のことから。えいと、いくつか位置が違う宝箱がある。何？位置が違う宝箱ってなんだ。とりあえず冒険します。楽しいぜ冒険は。松明そんな頻繁に置かなくていいな、なくなっちゃう。ここら辺になんかあるもんあるかな。鉱石とかないっすね。ないな。じゃ探検する意味あんまないのか。あるじゃん鉱石。見てなかった。えい、初めての石炭だ。やった、持ち物いっぱいだ。場所がランダムの宝箱とかあったりするんだ。へえ、楽しみだ。やばい、山がなくなっちゃう。もうないか石炭。もうない。本当に本当に俺に嘘はよくないぞ。ないっすね。でですよ、ちょ一回戻ろうか。あれじゃない、木材があればいけるんじゃないか。あの大道具箱ちょっと戻りますね。これこれ、毛皮いんのか。毛皮って誰が持ってんだ。ユムいらっしゃい。本当だったわ。まあ、とりあえず木材作っとくか。木材があれば作れるもんもあるしな。はい、もう全部使っちゃいましょう。14個しか作れないの木材。お、ピピーン、仕立て台、布などを素早く縫うための道具。木の壁、やった。木の壁だ。木の床、ほうほう。石の斧、お、刃にグリップをつけた斧。やったやった。石の斧、木の壁とかわらべっと、ベンチ、ベンチができる。なんだっけ、クッション椅子だっけ。これ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 、クッション椅子。これを作って、あ、持ってない。クソ、アイテム置いてくる。クソ、収納箱いるな。収納箱作ってくる。テンポが悪くてすまない。ヤシの苗いらないな。粘土いらないな。オッケー。ちょ、ゼリーは捨てたくなかったです。よし、なんで言ってた？水飲み場。必要な材料なかったら、青の扉の場所で。水飲み場には、10マス分の水場と、クッション椅子1個、たらい1個、たらいか。壺が2つとたらい。壺とたらい、壺たらい、壺たらい。壺2個。壺2個。で、たらいたらい。オッケー、作れるね、水場。コン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 、よし、いけるいける。水全部さ埋めなくてよかった。10マス分でしょ。えいえい、オッケー。10マス分の水と、どんぐらいやればいいんだろうな。とりあえずここに水ゾンビは作りましょうか。簡易の、ちょっと一段低いけどね。白箱置いて、で、タイマーですか。上がり。これでどうだ。よし、やっぱあれか。高さなんですね。同じ高さに扉がないと部屋として認められないんですね、これ。なるほどね。一段低いが。どうしよう。見事なもんだ。ありがとう、みんなのアドバイス。近い近い。できたじゃないか。病気で死んだじいちゃんがよく言ってた。健康な体を作るには美味しい水が一番だって。ここの水はまるで、ボストロールの耳の裏側みたいなえげつない匂いだったけど。なるほどね。これで、この辺の腐った水を飲まなくてよくなるわけだね。水は道具を使って汲めば患者に飲ませられるし、きっと料理にも使えるよ。水を汲むための道具はベルダのあんたなら思いつくんじゃないかい？もう壺でいいじゃん。壺で。オッケー、ヤシの原木もらった。思いついた？木のバケツをひらめいた。オッケー、粗末なバケツ。
組むことで何度でも使える。やった、初めてのバケツだ。見事な問題。やったーい。やったーい。ありがとう。うん、配置が、まあ、いっか。もう階段か何かでね、ここにやっときましょう。カレンいらっしゃい。じゃ、とりあえず木のバケツ作りましょうか。もう作れる。オッケー。コン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 。作った。これで、組めるかな？えい。あ、組んだ組んだ。水ゲットー！ありがとう！水ってそのまま持つんだ。バケツにさ、入れとくんじゃないんだ。お前さ、患者の上で何してんだ、お前。なんで患者の上でわちゃわちゃやめろよ、お前。使う。水。飲めや。ありがとう、ご保護。うわー！どうした？話す。ダメだ、まだ動けねえ。なんだか体がかゆい、かゆい、かゆい。あの野郎、騙したら。かゆいってさ。なんか毛皮手に入れた？嘘？ほんとだ！え、どっから毛皮手に入れた？え、いけるかな？大倉庫いける？大倉庫。大収納箱。毛皮一個足らん。毛皮一個足らん。水木いらっしゃい。お久しぶり。敵が落としたのかな？え？毛皮かぶってる敵いた？どうしような。メタルゼリー。何を入れようか。まあ、いっか。とりあえずバケツこん中入れとこうか。バケツここで使うもんだし。イメージでしょ。1枚足りない。2枚足りない。幽霊って毛皮落とすのか？マジで？毛皮をまとった幽霊ってなんか嫌なんですけど。階段はどこだった？2個。階段取り出すー。患者に水求めてる人いた。いたいたいた。あげたよ。あげたあげた。ポン。ポンと。よしよしよし。これで一段降りて水汲みに行けよ、みたいな。じゃ、一回寝るか。一回寝たら、ちょっと、イベント進むんじゃないか。よし。着実に一歩ずつやっていこうね。はぁ、おはよう。とりあえずね、水飲まして一日置けば、ゴフゴフいってる。頭痛い。頭割れそうです。もう椅子を楽にしてください。つけてやろうか。毒沼につけてやろうかね。じゃあまた行くか。結局、毛皮探しに行かなきゃいけない。はしごがある。誰が使ってるんだ、このはしご。お、なんか。うわ、あいつ毛皮持ってそうだな。剥ごうぜ、こいつ。ほら。やべえ。群れてきた。こいつら。こいつら。くそ。町民の力を借りたいよ。いて。やめろ。いっぱい来るのは卑怯だぞ。いっぱい来るのはなんか話が聞こえるけど関係ねえ。あ、毛皮、オッケー、毛皮ゲットした。大倉庫使える。オッケー、死にかけてるけど。これ毛皮だよね。いける！あと壺作ればいける。やったー。ポーン。なんだ？うひゃーって言ってる。地下でうひゃーって聞こえる。うわー、待って待って待って。体痺れた。待って待って。体痺れてるよ。ちょっと待って。薬草使っとこう。あ。あ、この花って採取できないのか。痺れる花。ちょっと待って、棍棒じゃなくて。この花ちょっと危険だから買っときたいな。読む。この先抜け道あり、自らの手で道を切り開け。ほう。よ。あ、あんた、なんだってこんなとこに。ほほいらは雑魚。雑魚。雑魚。へへ、やばいべ。病院に雑魚発見した。えい、えい、えい。雑っこいぞ。この花採取できないんですね。でもちょっと、道を切り開かないと。こっちで合ってんのかな？おーおーおー。え？
まあまあいいんだけど、なんか腑に落ちませんね。担ぐ、いいだい、きれいきれい、きれいだが、ここ落ちたら死ぬとこじゃないの、大丈夫。まあ何とか行けましたんで、でちょっとこのビリビリしてる子ね、今のかっこいいな、このビリビリね、すごい特殊能力者みたいになってる。ちょっと待って、戻るところがなんかすげえ力貯めてるし、やめてー、ちょっと寝かしてください。 こいつ置いていきますんで、寝かしてくれー。じゃここまだあれだ、家として完成してなかった。やばい、群がってきた、入ってきた、死んじゃう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 、許して許してください、許してください、うわ、許してください、こっちに来ないでください。だって旅の扉あれだな、置いていこう、あいつはキメラの翼。で大倉庫を作ります。その前に壺だね、行こう。んーで大倉庫、これこれもう大倉庫はもうねデフォルトであってほしい、次の章からマジで。大倉庫ないとさ、とりあえずどっかと、こん中にも全部入れとけばいいんだ、安心感、実家のような。これも全部入れとくよ、もうこれこれこれよ。とりあえずこの6つ持っとけばね、食料と回復アイテムと傷薬と、これさえあればとりあえずいいんすよ。お、建物だ、登ります。お、いる、ここがリリパッドのあれかな、ピリピリする、体がピリピリ動けない、だだだ、誰か助けて。お前も助け求めてんのかよ。座る、とりあえず。ひわー、なんかなんかしてる、これなんだ、お、キャビネットだって、いいもん持ってんじゃねえか。寝れねえな、寝れねえじゃねえか。へえ、でもとりあえずあれだな、敵からの身を防いであげましょう。動けないらしいからね。よし、これで君の安全は保証された。じゃあな、待って、この椅子とかもらっていこうか、使わんだろどうせ、しびれてるし。オッケー、ありがとう。オッケー、あ、壊せない、あ、くそ、明かりが取れない。まあいいや、銀座いらっしゃい、リオいらっしゃい。さて、あいつも患者なのかな。とりあえず、あ、じゃーい、Q のところに向かいたい。あっちかな、あそこに患者がいる。お、釣りはいいな、釣りを求めてる人がいるよ。お前か、お、人間じゃねえか、ひで顔だけど、お前もやっぱり病気なのか。何、これが生まれつきの顔色だ、緑色の顔のやつに言われたくないだって。ちっちゃ、母、お前面白いやつだな。そんで俺に何か用か。用やで。へえ、リリパートの里に住む釣り名人を探してんのか。間違いない、それ俺のことだな。人じゃねえが、俺がこの里の釣り名人だ。よし、わかった。失礼なこと言ったわびに、俺が釣り竿の作り方を教えてやる。けど一つ頼まれてくれねえか。俺は今、ちょっくら困ってるんだ。何が？実はこの間すげえ大物釣り上げて、この釣り場の壁壊しちまってさ。壁の穴があると、仕事サボって釣りしてんのか仲間にバレる。穴を埋めて壁を修理してくれ。サボってんのかよ。え、土でいいよな。土で。えいっと。ポン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 、これでいい？まだか。ポンポン、オッケー、頼み事聞いたぜ、ありがとう。まあいいやつじゃねえか、これなら仲間にバレず釣りができるぜ。などうだよ、ちょっと本気で釣りやってみる気はねえか。俺は何だかよくわからねえが、無性にお前のこと気に入ったぜ。お前が何と言おうと、お前今日から俺の釣り友達だぜ。さあ、釣り竿の作り方を教えてやる。バンバン魚を釣って、偉大な釣り人になれよ。釣り人は偉大だった。やった。木をしならせ、先端に糸をつけた竿。方法、海辺や泉で、釣りができる。何度でも使える。やった。釣り竿何度でも使えるってさ、これ。
でも寝れないんだよな、ここ。アマさーん